電話口でこう、ごま行して、その時本当にお医者さん3人の人にもう出てたら絶対ダメだって言われたんですけど、それでも世界を取って、で、しばらく5年間お休みしてたんですけど、子供を産んでたんで5年間お休みをしてて、今年またちゃんと復帰をして海外にずっと今年は行かせていただいて、ずっともう江川先生に電話をしてて、 なんかたまに連絡メッセージくれない時もすごい寂しかったんですけど、それもずっと頑張ってきて、私こう見ていい年で43なんですけど、4人の子供を持ってて40歳以上でも、そのなんて言うんでしょう、プロの世界、世界大会でも優勝できるんだよっていうのを、こうママさんとかこう育児で困ってる方とか、まあ、そういう 女性の方たち一人にでも多くの人たちに伝えたいなと思って、この1年頑張って業務させていただきました。それで、この間ポーランドで世界大会が行われて、日本人初でプロの世界大会で優勝ができました。